大輔と直樹の闇ギター。闇ギターはい、ということで、おたばに、ギタリスト鈴木大輔さんをお迎えして本当にありがとうございます。ありがとうございます。ね、あの今回あの「ギターは歌う」というアルバムを出されて、はい、そして、まあ、ちょっと YouTube ではその CD の音源をちょっとかけるとちょっといろいろとなんか止められちゃうみたいな話もあるようなので、それはぜひ CD を買って聴いていただくとして、はい、ここではですね、まあ、ちょっとせっかくギターを持ってきてくださってるので、まあ、あの今回のアルバムの話、それから、まあ、あの大輔さんですね、はい、ギターの秘密、ギターの闇をですね、はい、ちょっと伺いたいなと。で、まあ、その前にちょっと、まあ、ここになんかちょっとなんか冷たいものがあるんですけれど。なるほど、はい、はい、ちょっと開けていっぱいシュッとやりながらプシュッとやりませんかね、はい、はい、あ、この音がね、いい音が闇に響く儀式ですよ。儀式ですね、はい、はいはい、じゃ あ、 じゃあお疲れ様でした。はい、僕この間高松の古楽祭っていうのに出させていただいたんですけど、ええ、あの本来は有観客でやるはずの食べ物イベントがお客様に、うん、はい、あのお食事を出せなくなってしまって、うん、緊急事態、はいはい、でプレスの方もたくさんお見えになってて、うん、そのプレスの方にもお食事を出せなくなっちゃって、うんうん、でそこでなんかちょっとこうなんかギターをボロボロって19世紀ギターを弾く係だったんですよ、はい、で、いや、 やっぱりでも、なんでしょう、誰かが食べて感想を言わないと記事にできないから、うん、誰かが食べるいいじゃないかって、うんうん、そのプレスの方たちが言い出して、うん、ええ、なんとなく僕にこう視線が君食べなさいよみたいな、ええ、だけどそれ皆さんが、ええ、もう食べられない、はい、ここで食べ物を出しちゃいけませんっていうことで食べられないのに、うんうん、一人で食べるのってもうほとんど、なんて言ったんですか、もうね、確かに晒し物というか、他の人食べてないのに自分だけ食べるのって、そうなんです、心苦しいんですよ。うん、わかります、みんなでね食べるんだったらいいけど、逆公開処刑みたいな感じ、うん、それで食べました、ええ、したらあのその後コンサートでギターも弾いたんですけどね、はい、あのどのその いろんな媒体にこう、うん、なんかその古楽祭のね、うんうん、記事載ってて、僕食ってるとこばっかなんですよ俺ギターも弾いたぜみたいななんで皆さんじゃあ食べてる写真を使ったんでしょうね、なんかめちゃくちゃ食べてる写真出回っちゃっててあらららららみたいな。だからちょっと今これをいただくときに飲むこうアングルとかね、ええ、か気にしないとなる、ああそうか、なんか、ええ、あここでこうねドバドバとかこぼしたりしたらちょっと恥ずかしいぞ。あなんであのギター弾いてる、まあ、今日はねちょっとノンアルですけど、やっぱりお酒入ると全然弾けなくなっちゃうもんなんですか、うん、昔はね全く弾けなくなってました。全く弾けなくなっちゃうんだ、うんうん、なんか何やってるか分かんない。だからやっぱり悪いものでその大人になるにつれ、うん、いろいろな席に招かれですね、うんうん、ですけど例えば結婚式とかで弾かなきゃいけない、はい、あるでしょう、うん、だから30代半ばぐらいまではもうガンとして飲まずに自分の出番を待つっていう、うん、でここにこうなんていうんですか、最初から継がれていったこうシャンパン、白ワイン、赤ワインみたいなビールみたいな並んでいくけど、うん、手には取らずにひたすらウーロン茶で出番を待つみたいなことがありましたけど、で出番が終わると飲むと、はいはいはい、あなんですけどね、なんかある時点からやっぱりどうしてもそのお食事の席に呼ばれてちょっとギター持ってんだったら聞かせようみたいなこと増えてきて、うん、そのつもりじゃなくて結構飲んじゃってて、うん、あ弾くんですかみたいな、もう意地でも弾かなきゃいけないみたいなことがこう経験上積み重なってくると、はい、まあどうでもいいかなってなってきちゃって最近はね飲んでも結構全然普通にあの出てきたらいただきますって言って、あ、なんかね僕そういえばあのN響のホルンの人が面白いこと言ってて、あの昔の人なんですけどね、
いやいや N 響のチェロの人だな、なんかオーケストラピットの中にいると、はい、割と好き勝手みんな自由に飲んでるんですって、ワーグナーとかだと。あーワグナーの1幕と2幕の間にもういっぱい引っ掛けちゃうんですって、うん、はいはい、そうすると先が入るとちょうどいいこう音が熟してね、陶酔感がそういい音が出てくるんだとか言って、俺たちは必ずワグナーだったらあの休憩で飲む、さすがですね、そういう N 響の人がいました、ね、まだちょっと僕はその境地には至ってないですねそういう意味ではね、あのやっぱり飲んだら飲んだなりのものになる。あなんかでもなんか酔った感じでいい感じってギターでありそうな気がしますけどね。それがね割と、うん、なんでしょう。あでもどうなんでしょうね。時々いらっしゃいますよ。ちょっと一杯飲んでた方が調子が出るっていう方がいますけどね、うん。気持ちが上がるっていうのはあるかもしれないですね。はいはい、うん、じゃあ大輔さんは割とそのこうクールなタイプ。そうです、あの普段演奏してる時もあんまりこう、うん、没入していかないタイプなので、はあ、そのどちらかというと、うん、終わってから飲んでる時の方が幸せかな、うん、あの聞いてる方は没入してますよ。あ恐縮です聞いてる方は没入していいわけですよね、ただね、うん、でもやっぱりおかげさまでね、うん、割と大きなそのレストランとか、うん、ワインバーとかそういうところでたくさんコンサートさせていただいて、うん、まあコロナ前は、はいはい、そうするとやっぱりちょっとじゃあ味見にとかって置かれちゃうじゃないですか、うん、そうするとまあその一度ねなんかこうワインとこっちが曲を選んでそれを聴いてもらってソムリエさんがワインを選んでくれるみたいな企画をやったりとかしてたんで、うんうん、その時はさすがにのちょっと飲みながら弾きましたけど、うんうん、ただ経験上あんまりこう飲んだらリラックスしてなんか演奏が良くなったねとか言われることもあんまないし、そうだな、それでこう良かったっていう思い出もあんまないかな。僕はあのコンサートの前に酒飲むともう全然ダメなんですよ。ああそうなんですか。休憩時間に酒飲むのもアウトですね、うんうん、もうそんな、いやお酒入った途端に、うん、あのちょっと耳が遠くなる、それから眠くなる、集中力が落ちる、なるほど、もうあの本当にあの耳鑑賞力がガクッと落ちますね。優雅ですけどね、あの、うん、ホワイエでね、そうこう一杯やったりやりたいです、シャンパンとか飲んだらね、うん、いい感じですけど、そう様になるんですけど、あの僕はダメです。あお酒飲むとコンサートね聞く方は、ね、そうなんですよね。だからお酒を飲むっていうのはなかなか魅惑的にして非常にこうね危ないですね、うん、こうねどうでしょうまあ今日はねこれ、あのフリーな感じなんで、そうですこれで、ね、ろうそく演奏が酔っ払ったら完全に僕の責任なんですよ。いやいや、まあ、あのでもいいでしょう、ろうそく、これろうそくに憧れてたんですよ。もうあの斉藤さんと林田さんのあの闇トーク見てろうそくいいなってねこのろうそくコーナーはやっぱりこれから定番化していく感じですか、うん、ぜひそうしたいです ね。もうろうそくの前でアーティストの方にですね、なんかこうしみじみなんかこう語っていただいて、ね、なんならもうコンサートもね、うん、あのそんなに広くない会場だったらろうそくで、そうそうそうやったりとかね、そう昔はろうそくでしたからね、うん、そうそうそう昔だから本気で古楽やるんだったらろうそくでやるべきなんですよ、ね本当ですよね。そうですそうです、うん、いやあの古楽で面白かったのは、うん、最近会場の電気が LED になってきて、あであのことで非常に古楽の人たちは助かった。なぜかというと、うん、ガットゲンだったりする。ああそうか、うん、なるほど、うん、普通の照明より LED の方が全然助かる。温度が変わらないから熱が温度が上がらないんですよ、うん、確かにギターですらも、うんうん、あのまあこれ弦あのカーボンとかナイロンとかってありますけど、うんうん、こういうのもあの LED だといいですよ。ステージの照明は LED の方が助かる、うん、あれなんかちょっとまだデジタルで段階的にこう明るさを変えるときにちょっと段がつくっていうか、うんうん、あのスーッとこうクレッシェンドデクレッシェンドじゃなくて、なんかこうこうねあるんですけど、それさえ克服されれば、うんうん、いいと思います。なるほど、うん、ろうそくはどうでしょうね。ろうそくはやっぱ温度がきますよね。ちょっとは上がるでしょう、ね、うん、上がる。なんかあったかみが違いますよね、うんうん、でも雰囲気はちょっとね変えがたいものが、うん、いいな。ろうそくコンサートをやろうかな、うん、いやぜひぜひ。ろうそくの消防法とかどうなってんだろう。
だからあのレストランならありなんじゃないかな。なんかこうある程度小さいレストランでほらろうそくキャンドルをテーブルに置くとこあるじゃないですか。ありますね。あそこで生演奏するのは多分問題ないと思うんですよ。あ、だからなんかそういう括りの中でやれればいいんじゃないかなと思うんですけどね。そうか、うん、じゃあろうそくでレストランでコンサート、うん、あいいですね、うんうん、もし主催者になって、ろうそくのオファーお待ちしてます。ね、はい、ろうそくのメーカーね、本当。これ営業に使っていいんですか、この。いや、いいんじゃないですかね。このなんかもうこのそこのメーカーのろうそくを使うみたいなね。あ、そうですね。そういうのもありますね。うん。なんかちょっと違って聞こえる、うん、例えば CD 録音した。バッチリじゃないですか、雰囲気。というかもう竹見さん自分の曲だとおっしゃってますけれど、うん、もうね、これすごく好きなんですよこれ。ああよかった。めちゃくちゃ好きで、もうこの目の前でもうね、もうね、もう今感動しまくって見てましたよ。いやもう嬉しい、これは美味しすぎる。これ今思い出したんですけど、昔あの古民家でいろり端でオーバーザレインボーこれ弾いてくれっていうテレビのね、はいはいはい、ロケがあって、で弾いてたら、うん、あのいろり薪がはぜて、うん、途中で、うん、弾いてる最中にバーって火花が5発ぐらい飛んできちゃう、うん、それでもうでもまあ危ないですね。大丈夫だったんですか、ギターは。ギターもね、考えてみたらギターは危なかったですよね、うん、もう全然そんなこと考えずに最後まで弾いてたんですけど、うん、あの帰りしなりにこう服を脱いだら、うん、あの袖に穴が開いて、うわー、まあでもギターに来なくてよかったですね。よかったですよ。それで、あ、ギター危なかったんじゃん、なのでいろりバタコンサートには気をつけましょう。そうですね、ろうそくはお待ちしてます。はい、はい、いやもうね、本当でもね、真剣に僕ね、ろうそく、もうろうそくに関しては僕原体験があるんですよ。ちょっと話ずれちゃうけど、どうぞどうぞ。それあのイタリアの小さな町でスポレットっていうことがあるんですけれど、はい、あのジャンカルロ・メノッティっていう作曲家が あの2つの世界っていう音楽祭をやってたんです。そこ でそこに行ったことがあって、そこのオープニングコンサートがヴェルディのレクイエムだったんですけれど、大聖堂で、その大聖堂に何千本というろうそく並べて、でヴェルディのレクイエムをやったんですよ。それはね、もうね、圧倒的ですよ。もうね、それすごい変な話ですけど、終わるまでついてるんですか。そうです、最初から最後までもう凄まじい数のろうそくに囲まれながら燃え切らないんだ。長持ちですね。長持ちしてました ね。でもね、それがもうね、本当にすごい雰囲気 で私の隣でヴェルディのレクイエム聞いてたあの、カップルは、女性がもうね、こう白目向いてるから、あ、トランス状態。トランス状態。イタリア人はこうやってヴェルディのレクイエム聞くのかと思いましたけど、でもそうなるぐらい、泣いたくなるぐらい、ろうそくの魔力がすごかったの。確かにね。ぜひね、ろうそく。火ってなんかありますよね。あのすごい力がある。すごい力がある。ね、今のね、オーバーザレインボーもね、もう超最高。ちょっとこう火に乗っかったバージョン。だから、あれか、うん、僕のね、あの CD もお買い上げいただいたら、ぜひあのろうそくで聞いていただけると、あ、いいです、絶対いいと思いますね。声が違うと思いますね。もう全然ね、はい、やっぱりこうなんでこうグッとこう内面に入っていけるような気がして。あ、確かに。でもなんか今のね、そのダーラ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 ーっていうメロディーをね、
そういうこう分割されて、そのいち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 その間にパッ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 とか、なんかしてるララ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 で始まったりね、はい、なんか要するにこうメロディーじゃなくてこれ伴奏の部分とか、なんかちょっとサブみたいな部分が、うんうんうん、こうなんかこうメロディーを断ち切って入ってくるじゃないですか、はいはいはい、でもそれがめちゃくちゃいいの。ああ、それがめちゃくちゃいいの、ね、それがでもだんだん年とともに、うんうん、そこにこううーん、なんかこう比重がいくようになってきたねってみんなに言われるんですね。うん、なんでしょうねそれは、うんうん、だからそのメロディーってなんだろうって思うんですよ。その滝宮さんって歌、自分は歌を歌うってメロディーを書くんだってすごくおっしゃってた方ですけれど、うん、でも実際はなんかこうただ普通のメロディーじゃなくて、うん、なんかかなり屈折した奥行きのあることを歌の中でやろうとしてた人のように思うんですよ、はいはいはい、で大輔さんにとってはこうなんか滝宮さんのそういう12の歌とかこうやってってらして、うん、そのまあ他の曲でもそうですけど、うん、ギターにとっての歌って何なんでしょうね。あのね、それは本当に思ったんですけど、うん、あそのデビューして割と早い段階から、うん、いろんな他のジャンルとかそのあんまりこう関係ないあのアーティストさん、いわゆるボーダーレスな活動されている方たちとご一緒されてさせてもらうと、一番クラシックギタリストとしてその自分クラシックばっかりやってる人とそういう方たちの何が違うかっていうと歌い方なんですよね。そのほとんどやっぱクラシックギターを弾いてるとコンチェルトとかまあ稀にあるけれども、それ以外にこう単旋律を弾くってことはなくて、やっぱり和音がついてるじゃないですか、はいはいはい、そうするとね、単旋律の歌いましてはそんなに研究しないまんま来ちゃってる人も多くて、うん、でもその自分がプロになってから一番その刺激を受けたのは、いろんな人からこう単旋律をどうやって歌うかっていう、うん、まあでもロックとかジャズとかそういうミュージシャンはずっとそういうことやってるわけですよね、うん、だからそれが一番刺激を受けましたね。そのことがすごく良かったですよ、今となってはね。だから一人で弾いてる時もなんだろう、こう、うん、メロディーを歌うっていうのはそのでもだからといってその単旋律が歌えたらいいかって話でもなくて、うん、そのメロディーも弾いて伴奏も一緒に弾くのがクラシックギターなので、だから例えばなんだろうな、何がいいかな、歌いたいんだけど、はいはい、それがやっぱり全部和音がついてるじゃないですか、はいはい、ね、これ裏メロが、はいはい、ってついてるから、うん、だからそれを踏まえて歌うっていう、うんうん、だからクラシックだけやってた頃はなんかこうもっとって弾いてたと思う。ああ、なんかちょっと規則正しい感じ。そう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 、うん、全体のバランスとかそういうこと考えるから、うんうん、なんかその総体として歌を歌ってるみたいに聞こえるギターっていう、うん、勉強ですよね。うーん、難しいですけどね。でも今の部分もすごくなんかこう、うん、一本の単旋律だけじゃなくて、うん、その周りにいろいろまとわりついてる、まとわりついてるものをすっごく丁寧に拾っていく感じが、うん、こうグッと心にね、うん、に来るというかですね、だんだんねそういう風になってきたんじゃないかと思いますね、うん、うん、それはすごくこれからもでしょうね、うん、だんだんそのそこに何が加えられているのかがどん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 明確に分かってくるって、うん、うん、なんだろうな、こう料理で言うとこうあるこう食べ物の素材から
こう徹底的にうまみを引き出してる感じがありますよね、うん、確かに、うん、あとやっぱりお笑いの巨匠になればなるほど、うんうん、その本題から逸脱してでもその転がってるネタを全部拾って笑いにして前に進むから、ああなるほどなるほど、結局なんか結論が出ないまま時間が来ちゃったりとかするとかっていう、あの落語の巨匠とかでも枕で終わっちゃったりとか、なんかそういう風になってくるでしょうね。あのこう見つけたらこうなんかね、掴まざるを得ないというなんかこうすごいおかずの部分とかなんかこう寄り道の部分がこうすごく良くなっちゃって、そうですね、でなんかその本来のメロディーに帰ってこれなくなりそうな、うんうん、でもなんかこうなんとか帰ってくるみたいな、ね、そう、それで、まあ、そこにメロディーが常にこう見えるようになるとか、うん、自分だけのものにこう引き寄せないでも、うん、ちゃんとその世界の中で遊ぶだけ遊べるっていう風になっていくのかなと思いますね、うんうん、あとなんだろう、なんかこういう言葉の選び方は使っていいのかわかんないですけど、なんかこうあるその元になってるメロディーに対するちょっとこう批評行為のようにも聞こえるんですよね、編曲っていう作業って。そういうことか、うん、はいはいはい、この曲はなんかこのメロディーはこういうことだよねっていう、あ、だから竹光さんも、うん、あのミッシェルとかだと、うん、あのこれ英語のところでね、うん、あ、ごめんなさい、でフランス語になると、フランス語でしょっていうニュアンスがあったりする。すごい、やっぱり言葉に反応してるんだ、うん、やっぱり言葉ありきで、うん、まあ、編曲ってあるから。なるほどね、うん、自分でも書くときもやっぱりそこでどんな詩を歌ってるのかなっていうのはいつも、うん、でも今ね、そのミシェルも弾いてくださると、目で見るとすっごく同時にいろんな音を弾いてるんだな、これは超絶技巧だなと見てて思いますね。そうですか、いや今見えないですけどね、闇で見えないで弾いてますから、闇で闇ギターすいません、失礼いたします。いやいや、でもなんかね、あのちょっとそろそろ締めに行こうかと思うんですけど、大輔さんご自身のことを闇ギタリストってさっきちょっとね、ちょっとこれ回す前にちょっとおっしゃってましたよね、はいはい、なんで闇ギタリスト。いや僕あの、うん、音大とか、うん、あの海外の音楽学校のディプロマ持ってなくて、コンクールだけなんですよ。なんか意外な感じですね、うん、だからさっきの放送でもおっしゃっていただきましたけど、うん、ラッキーでこう来ちゃったんで、うん、竹道さんが一言言ってくださって、だからあの昔無免許ギタリストって言ってたんですけど、自分に免許いるんですか。でもいや持ってる人いるんですよ、いっぱい。あ、ディプロマみたいな、あ、うん、確かにね、経歴書みたいな、そうそうそう、うん、ちゃんと学校卒業したよっていうのもらって、うん、あのやってる人はほとんどだから、いいな、羨ましいなっていつも思うんですけど。でも竹道さんが認めたんだから、もうそれでもうどんな経歴よりもそれがもう一番ですよね。いやーね、本当ありがたい。でも本当にそれがなかったらってことですよね。本当ドキドキします。ありがたいですよね。いやー、でもなんか本来音楽の世界では、うん、誰かがバーッと出てくるのって、必ず誰かの推薦っていうのがね、その音楽学校も昔はね、そういうのない時代っていうのは、それが普通だったんで、本来のあり方だったんじゃないかって気もしますけどね。僕学校も日本の学校、うん、普通の学校だったんで、全然向こうに留学してしたら高校高卒で向こうの学校に入るみたいな感じだったんです、うん、あ、ただその一般教養に関しては、うん、まあその日本の学校の単位があるから、うんうんうん、まあいっかみたいな、うんうん、まあ、そういう意味でもね、まあそれでこう闇になったんでちょっと反応しちゃっていいですねいやそれ言ったら私だって闇評論家ですよ。いや何をおっしゃる、だって別にあの美学科出てるわけでもないし、そのなんかこういわゆる学理を出てるわけでもないから、具体的に。でもそれはあの評論の、うん、評論の授業をやっている大学みたいなのってそんなにないですよね。その、うん、どう評論するべきかみたいな授業ってなくないですか。どうなんだろう。なんか例えば芸大の学理みたいなところは音楽学者をこう育てて、育ててね、そこでは多分なんか評論、いい評論悪い評論みたいなことやってるのかどうかわかんないですけど、わかんないけど、やっぱりそれは、うん、いい評論をたくさんお書きになってる林田さんが、いやいやそんなとんでもなんか評論誌みたいな、なんかね、授業をやったりじゃないですかドビュッシーからこうメタ評論みたいな、そうそうそう、ね、うん、
あでもそれはすごく面白いです ね。なんかすごい詩的な裏見つらみがたくさん見つかりますよ。なんか僕大学の時ね授業ありましたよ、そのワーグナーのタンホイザーが、うん、その当時フランスでどういうふうに受け入れられてたかとか、うん、そういうことを習ったけど全部忘れたけど、なんかとにかく昔の人もう悪口多いんですよね。そうそう、だから、うん、結構言いたい放題じゃないですか。言いたい放題、うんうん、だから言われて、それをなんか個人の人が鵜呑みにした結果、うん、かわいそうになんかやっぱりこいつダメなんだって勝手に思われちゃったかわいそうな作曲家もいっぱいいると思うんですよね。やっぱりそれを乗り越えるぐらいじゃないと、ね、そうですね、うん、でもあの好意的な、今日お待ちしております。締めになんなかった。なんかごめんなさい。暗いとなんか。つい。そうそう。好きなことを言ってしまう。いやいや、でもなんかね、はい、言葉はやっぱり人をなんかがっくりさせたりするために使うんじゃなくて、物事を良い方向に押すために使うものだから、あの本当に気をつけて。評論したいと思います。よろしく、これからもよろしくお願いします。はい、でもなんか大輔さん本当にねギター今もう大して弾かないともすいません。いやいやいや嬉しかった。なんかじゃあ最後になんかちょっとなんかエンディングっぽく、一発なんかいきますか。何があるかな。ちょっとじゃああれだ、もうなんかチューニングを変えるの大変だから、おかしかった。最初全然見えなくて。